Hein? ここからが本番だ。 今回はこれで終わりだ。腹が減っちまったぜ。いいか、次はもっときつくなるぞ。吐きたくなげりゃしっかり鍛えておけよ。<笑>これは面白い。 何？今回は義勇特戦隊の方々を見て殺されんように頑張るんだ。はーい、なかなか、いい戦いしてるじゃないの。<笑>痛くっても泣けんじゃないぞ。<笑>だいぶマシな動きになってきたな。私の美しさにはまだまだ及ばんが。いいね、辛抱強く待って。
それじゃ地獄の授業とやらを始めるか。覚悟はいいな。死んでも文句は言うなよ。死んじまったら何も言うな。ほんとだ。実践が少なくてイライラしてんだよ。ストレス発散させてもらうぜ。今の攻撃は結構効いたらな。チーと頭に来ちまったな。君、思ってた以上にいいもん持ってるじゃねえか。こりゃ、しごきがいがあるってもんだぜ。てめえを一人前の戦士に育て上げりゃ、フリーザ様もお喜びになる。いいか、辛いからって逃げんじゃねえぞ。てめえには期待してんだからな。これは面白くない。今回の相手はとっておきだぜ。なんと異入作戦隊の皆様、これまでの俺の仕事を思い出せ。そして全てを出し切るんだ。最後だからな。どこからでもかかって、楽しい時間にしようではないか。義勇特戦隊に欲しいぞ。今のてめえならやれるはずだ。遠慮はいらねえ。思いっきり来い。俺に勝ったからって偉そうな面すんじゃねえぞ。あくまで俺が先生、お前が生徒なんだからな。飯に誘っても断るんじゃねえぞ。大したもんだよ。稀に見る天
よし、今回の特別講師はこの俺、ドドリア様だ。遠慮はいらぬぞ、ドドリア。たっぷりしごいてやってくれ。ふん、戻しないやつ。殺いしまっても、なんとは言うなよ。この程度で死ぬようなら話しない。赤な光で仕込んでやるかねえか。ちっとは楽しませてもらえそうだぜ。私が直々に教えているのだけどな。そこらの雑魚とは出来が違うぞ。この俺を見くびるなよ。この私がこうもあっさりと。ほう、上出来だな。褒めてやろう。まあ私の教えを受けているんだ。このくらいやってもらわないと困るがな。いいね、辛抱強く待った甲斐があった。